カイル・ブルース・ガーリックは、アメリカが州国カリフォルニア州オレンジ軍、ラハブラ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のミネソタツインズ所属。2015年の MLB ドラフト28巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグ・ドジャースで、プロデビュー。パイオニアリーグのルーキー級、オグデン・ラプターズ、A 級。 グレートレイクスルーンズ、A 級乱直カモンがクエークスでもプレーし、4球団合計で60試合に出場して打率。349、9本類打、44打点、2投類を記録した。2016年は、A 級乱直カモンがと AA 級タルサドリラーズでプレーし、2球団合計で128試合に出場して打率。293、19本類打。 76打点、1盗塁を記録した。2017年は、ルーキー級アリゾナリングドジャースと AA 級タルサで、プレーし、2球団合計で79試合に出場して打率。246,18本塁打、44打点、1盗塁を記録した。2018年は、AA 級タルサとトリプ AA 級オクラホマシティドジャースで、プレーし、 二球団合計で116試合に出場して打率。259、22本塁打、60打点、2盗塁を記録した。2019年は開幕をトリプル A 級オクラホマシティで迎えた。5月16日、翌17日付でメジャー契約を結んでアクティブロースター入りすると報じられ、19日のシンシナティレッズ戦でメジャーデビュー。 この年メジャーでは30試合に出場して打率。253本塁打6打点を記録した。2020年2月10日にディエフェとなった。2020年2月15日にウェーバー工事を経てフィラデルフィアフィリーズへ移籍した。2021年1月18日にアーチー・ブラッドリーの加入に伴ってディエフェとなった。2021年1月22日に ウェーバー工事を経て、アトランタブレーブスへ移籍したが、2月5日に、マーシル・オズナとの再契約に伴って、ディエフェとなり、11日に、ウェーバー工事を経て、ミネソタツインズへ移籍した。ありがとうございます。